どうも皆さん、日本語で実況プレイをしているアメリカン、コーテツスティオです。今回、気分転換に昔のホラー、ゼロをやってみましょう。いやー、一体どんな感じでしょう。俺、プレイステイ2持ってなかったから、これやったことないですね。よし、初見プレイ楽しみです。それでは、早速ニューゲームを。いつの頃からだったろう。ん?私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは、ありえないものって、どうもありえないものってつまり幽霊とか悪霊。兄は、とても優しい人でした。でした？過去形？待って、人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。ああ、二人とも両方それ見えるからね。母が死んでからは私のたった一人の家族。おお、かなり前の話だね。俺が生まれる半年前かな。これが氷室邸。氷室邸。おお、氷室の屋敷みたいな。ゼロ、お兄さんはどうしてこっち。ん、ある人の行方を追っていました。あ、そっか有名な作家であり兄の恩人でもある。ああ、高峰純生さん。高峰さんですね。で、高峰さんは取材旅行中に姿を消してしまったのです。ってことは探しに来たんですね。兄から高峰さんの足取りがつかめたという連絡があったとき。でもどうしてわかったの？高峰さんがこっちに入ったという。未だにこっちにいる。兄が遠くに行ってしまうような気がして。ここは一体何があったんだろう。ここを氷室邸。この地方に伝わる禁じられた儀式。おう、儀式。高峰先生はそれを調べていたようだ。おう、先生たちはここにいるのだろうか。いやー、もういないと思うんだけどね。まあ体はまだあるかもしれないんだけど。これはなんか光ってるんだけど。そうですね。フィルムの箱が落ちている。おお。これで、まあ、確かこのゲームにはカメラみたいなものありますね。お、カメラの操作、なるほどね。んで、三角ボタンで、なるほど。じゃあ、ファインダーモードですね。あー、または R1 ボタンで、撮影？なるほど。わかった。じゃあ簡単ですよね、多分。こっちに切り替えて、こうやって向きを変えて、なるほどね。そして、お、なるほど。確か、聞いたところによると、これは何？待って。ああ、どんな意味持ってるんだろう。前に進んでみよう。前ってどこだ？落ちる？落ちるのかな？よし。とりあえずこっちへ行ってみよう。お、また何か光ってるっていうか、青く？あ、これもカメラ？あ、古いカメラが置いてある。あー、セーブか。よし、セーブしました。玄関ですね。この、氷室邸？氷室じゃなくて、氷室？氷室邸ですね。はい、ゲームに戻ります。アメリカと、×と丸、逆になってますね。よし。じゃあ、こっちに入って、まあ、その2つが逆になったというより、×は OK で、なんか確認みたいなものになってますね。じゃあ、Hello? なんか遠くから何か、なんだ？待って。何かいる？おい。
何かいるの？もう始まったばっかりなのに？あ、そっか、鏡だけか。自分の、ま、そうですね、しか映っていない。どういうことだ？映ってるでしょう。こっからでも見えるよ。じゃあ次はこっちに入る。 Hello Mr. Takamine? Are you here? あ、なんで勝手にしまったん？こっちへ行ける？あ、これダッシュなの？ダッシュじゃない、運動。待って、誰かいる？いえ、誰かいた。見下ろす男いました。まだいるのかね。 Hello? もういないかな。で、右のゲージは、あ、俺の HP かな。待って、あー、そうかも。フィルム、ストーン、何かの石、ポイントで一体何ができるんだ。ライフもありますね。なるほど。よし。じゃあ、あ、また何か光ってますね。今回は一体何だろう。このノートは？ノートね。先生。え？なんでわかったの？え？いや、いきなりどうした？何か。誰でしょう。真ん中に立ってるのは、高峰。おお、高峰先生だった。おお、誰だ。何かの追体験みたいな何かだったね。今のは高峰先生、やはりここに来た。やっぱりありえないもの見えちゃいますね。ん、誰だ。おいおいおい、さっきの悪霊的な存在がやってくる？ハロー？カメラで何をするつもり？出てきそうだ。おお、出た。誰だ？どうも。ああ、間違えて取ってしまった。まあ、それで分かりましたね。それで、なんかダメージを与えられる？と。ああ、撮影？なるほど。そうですね。さっきみたいに、その、モード？その、シュートモード？ファインダーモードというものかな？で、サークル内に、あ、分かった。捉えたら、シャッターチャンス。というものですね。シャッターチャンスの時に、そっか、それ撮影するとダメージ？わかった。じゃあ早速やってみよう。おお、待って、これ溜まったら、よし。いや、待って、ダメージ与えたはずですが、与えられた。おお、ちょっと、一旦逃げよう。距離を取っていきましょう。まあ、このスピードだと、距離取れないだろうけど。ここからは大丈夫かな。お、待って、これでいよ、これでとどめかな。おお、スピリット。おお、成仏させたかな。封印できた。あ、封印か。そっか、封印だけ。ん、遮影機といって見えないものを映し取る力がある。おお、この機械に霊を封印する力があると知ったのは、ある事件がきっかけだった。ある事件って、いや待って、玄関への扉が、え、さっき閉まってましたね。勝手に閉まりましたね。誰の仕業？ハロー、入って。別に入りたくないんだけどね。あー、何か映りそうだ。こっち行く？あー、いけないんだね。なんかバールがなければ。じゃあこっち。いやー、何か起こりますね。おお、やっぱりさっきの、なんだ、
女の子だった？え？振り向くな。え？待って。何もわからないだろう、それだけで。兄からの連絡が途絶えてから2週間。え？残されたメモを手がかりに私はここにたどり着きました。おお、じゃあお兄さんを探して。兄に呼ばれるようなそんな不思議な感覚を覚えながら。この子たちは何歳なんだろう。兄さん、17のか。第一夜？これ FNAF なの？ファイブナイツアートフレディズなの？待って、それ先縄？という？ここに兄さんが。おお、色が変わりましたね。変わったっていうけど、